パーティーですか？私は仕事。さあ、私紀藤織江が静岡県の最新情報をお届けするこの番組、今週号のテーマはこれ、世界一の健康長寿県を目指して。県東部地域を中心に県立静岡がんセンターを核にした医療の城下町ともいえるバルマーバレープロジェクトが進められているんだって。広大な富士の裾野には県立静岡がんセンターなど医療機関、医薬品、医療機器メーカーなど幅広い健康関連産業が集結しています。そこで健康増進と医療健康産業の振興を図るため、企業、研究機関、行政が一緒になってプロジェクトを進めているんだって。ものづくり、人づくり、まちづくりをキーワードに世界一の健康長寿県を目指しています。そう、それがバルマバレー構想なんです。バルマバレーセンターでは大学、研究機関と連携し、県民や企業の皆さんの活動を支援、異業種からの参入や新規事業立ち上げの支援をしています。医療健康分野における新製品が研究開発され、実際に使用されてるんですよ。異業種から参入したのは東海部品工業さん。弊社は創業以来自動車用ネジを専門に製造してきましたが、ファルマバレーのコーディネートを受け、医療分野に進出、救急セーバーを開発しました。いざという時ぜひ必要な人工呼吸器です。誰でも人工呼吸ができる器具なんですね。一家に一台、一社に一台を目指しています。さらにマイクロネジの製造経験とチタン加工技術を生かし、医療用のネジやピンに始まり、頭蓋骨、骨プレート整形、外科用各種インプラント、直腸脱気チューブ、パレス洗浄機などファルマーバレープロジェクトに参加しております。医療をベースにしたものづくり、人づくり、まちづくりが世界に向けて着実に始まっています。富士の国静岡県。週刊富士の国編集室からプレゼントのお知らせ。静岡の農芸品、静岡県産紅ほっぺを5人にプレゼントします。世界に羽ばたく富士の国パルマバレー。私も健康で長生きしたいな。次号は美しい静岡の景観を守り育てるです。ああ、来週はもう大晦日だね。